僕の平安寺をやろうとしている方で、これは絶対気をつけておいた方がいいよみたいなポイント的な。こんにちは、渡辺です。ということで今日はもう5年ぶりぐらいの出演のひとみさんです。よろしくお願いします。声がちっちゃっ。あのですね、ひとみさん今ねボブのねヘアスタイルで、はい、大体ね肩上ぐらいなんですけど、ね、肩上の方でね、ちょっとくるっと回ってもらったら、髪型もねちょっとレイヤー入ってる、こういったねヘアスタイルの方って今結構多いかなと思うので、この暑い季節髪の毛まとめたいという方におすすめのアレンジになってますので、ぜひご参考になさってみてください。それでは動画をどうぞ。今日はクリップを使ってアレンジしていきます。まずアットスタイルをやっていきます。髪の毛全体をまとめていきます。左向きにねじります。この時に髪の毛を下向きにねじって、クリップを止める時に少し上に持ち上げるとトップにボリュームがいくので、持ち上げてからクリップを止めます。その後に下から指1本分の太さで軽く髪の毛を引き出していきます。そうするとここにボリュームが出るので、髪の毛がペタンとしやすい人は綺麗な頭の形に見えるのでおすすめです。髪の毛の量が多い方はまとめるときに上向きにねじって毛先を上に持ってきてクリップを止めるとボリュームが収まりやすくなるので、下の方だけ軽く引き出してあげるとバランスがよくできます。次はハーフアップです。耳から上を斜め上に取って髪の毛をねじります。さっきと同様に下向きに左向きに巻くとトップにボリュームが出るので、ねじったらピンで留める前に少し上に持ち上げてクリップを止めます。下から出していき、一番上のこのへこみやすい部分を上に持ち上げるとボリュームが出やすくなります。3つ目は編み込みハーフアップです。トップを3つに分けます。一番右の髪の毛を左に持っていって、真ん中の髪の毛を右に、左の髪の毛を真ん中に持っていきます。そしたら一番右に来た髪の毛を真ん中に持ってきた時に、指2本分の太さの髪の毛を一緒に真ん中に持っていきます。反対側も左の髪の毛を真ん中に持ってきた時に、指2本下の髪の毛も一緒に持っていきます。これを繰り返します。耳の上まで編んでいきます。耳の上まで編み込み終わったら、残ってる髪の毛を毛先まで三つ編みします。最後に三つ編みした部分にクリップを留めます。大体耳の位置にクリップが来るように留めてもらったら、髪の毛を引き出していきます。編み込みの一番下から指1本分の細さの髪の毛を引き出していきます。トップもボリュームが出るようにしっかりと上に引き出します。これで完成です。
4つ目はサイドアップです。左右どちらでもいいので髪の毛を耳の後ろにまとめていきます。まとめたら毛先が上に来るようにねじります。この毛先を最後に折り曲げて耳後ろでクリップで一緒に留めます。留めたらこっちの綺麗な目を下から指1本分ほぐしていきます。前からヘアアクセサリーが見えたらサイドアップの完成です。はい、ということで今日はね、ボブのヘアアレンジ4選をひとみさんにやっていただきました。皆さんいかがでしたでしょうかね。ボブでね、やっぱヘアアレンジするのってなかなかレパートリーないから難しいじゃないですか。これね、ポイントみたいになる。ボブのヘアアレンジをやろうとしている方で、これは絶対気をつけておいた方がいいよみたいなポイント的なこと。ボブの人はちょっと毛先が、まあ、中途半端な長さなので、うん、軽く、まあ、うちでも外でもいいのでワンカールしておくとまとめやすくなるのと、全体的にオイルをなじませておくとまとまりやすくなるのとツヤ感も出るのでおすすめです。パサつきも出づらいよね。出づらい。熱を通してオイルをつけることによってバッチリになるかなと思いますね。ひとみさんの髪質はちょっと柔らかめ。はい、柔らかめで量も少ないです。だったらまあ今みたいな感じでやられたらいいかなと思うんですけど、髪の毛の量が多い方に関しては確実に巻いておいた方がいいと思うし、確実にオイルは絶対つけておいた方がいいかなと思いますので、今後ねまたボブのヘアアレンジだったりとかいろいろこうひとみさんに出演してもらう予定ですので、また皆さんよかったら参考にしてもらえたらなと思います。で、今ひとみさんね、もともとね僕の前社のサロンで一緒に働いてたんですね。で、また最近、去年の10月ぐらいからかな、はい、フリーランスとして、美容室、アンドレっていうサロンでね、はい、フリーランスをやってます。で、まあ、美容師もやってたりとかね、こういうふうにヘアアレンジだったりとか発信してますので、まあ、コメントだったりとかね、質問がありましたら、YouTube のね、コメントだったりとか、概要欄に Instagram の URL 貼っておきますので、そちらにコメントいただければと思いますので、よかったら、そちらもご活用ください。はい、ではこの動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。